ハロー、YouTube。どうも、こんにちは。はい、今回ですけども、今日ですね、3月21日土曜日ですね、シュプリームウィーク4ですね。で、今現在ここにいるってことは、まあ、今からオンラインをやるって形なんですけれども、で、今現在時刻が、10時54分ですね。あと6分で始まるんですけども、まあ今日はですね、まあT シャツの方を狙っていきたいかなと思うんですが、一応なんか SNS 見てるとですね、エアフォースワンがリストップされるとかされないとか、一応なんか出てたりするんで、で、いろん、まあ、海外の方の記事なんで何とも言えないですけど、なんかエアフォースワンの写真があって、なんかその、サイズを選ぶような、ところが映ってたりするんで、これ出るのか？え？どっちなんだろうっていう感じで、わかんないんですけども、まあ、今からこれ始まるんで、もし、エアフォースワンがあれば、そっち行っちゃおうかなと思うんですけど、一応、まあ、このレギュラー商品と、あとこの、靴の画面出して、一応まあ更新して、もうあった方に頑張ってこっち行こうかなっていう風には決めてるんですが、まあなんで、ちょっと、どうなんだろうっていう風に、ちょっとドキドキ感もあるんですけど、はい。でまあ多分今週はまあ内容を見る限りでは、まあそんなに、人気のある週ではなさそうなんで、まあ多分一番、多分最初の T シャツがもう速攻なくなって、あと余るっていう風に予想はしてるんですけども、まあ果たしてって感じですね。まあフォースワンがそっち行きたいんですけどね。はい。で、まあ一応オンラインということは、まあ、前回とか前々回に、で、ちょっといろいろまあ、いろんなちょっとですね、指摘を受けましてですね、下打ちの方ですね、まあ今回はちょっとしないようにですね、心がけてはいるんですけども、まあそれも一応防ぐためですね、ちょっとこれマスクしてやろうかなと。まあ多分これ防げるかどうかわかんないですけど、ちょっとやっていこうかなと思います。まあかなり最近は、まあ、低評価もかなり多いですし、まあ、アンチと言われる方も結構だんだん増えてきたのかなっていうふうにちょっと思ってるんで、まあその辺もですね、ちょっと気をつけて、まあ人に一応まあこうやって見られてるってことなんで、まあその辺もちょっと自覚してですね、やっていきたいなと思います。はい。ではあとですね、4分ぐらいで始まりますんで、ではちょっとやっていきたいと思います。まあ結構、緊張しますよね。これちょっと更新してあればいいんですけどね。もうパッと更新した瞬間もう多分ちょっとタイミング遅れちゃうと終わっちゃうんですよね。なかなかその辺が厳しいっちゃ厳しいですね。はい、あと30秒ですかね。はい、緊張するな。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。遅いな。あれ更新されない？完売な、マジか。完売だな。早いな。緑とかいらないしな。うわ、ないな。しかもリストックボックスもないな、これは。いやー。早かったですね。一応今、黒か白欲しいなと思ったんですけど、ちょっと売り切れちゃっても、あと残っても多分、おそらくこれ更新すると多分完売されてんのかなと思う。あ、でもあるかな。あれ、リストックあるかなと。あ、ダメだな。ない。ないですね。はい。で、一応、エアフォースもクソもリストックないですね。いやー、いかんなし。で、しかもなんかちょっと、やるときに思ったのが、いつも入力したときに、
個人情報がパッと出るはずなんですけど、なんか今日全部消えてたんで、ちょっと一瞬びっくりしたんですけど、この間まで全然、個人情報出てたのに、全部消えてたんで、これなんでこの自動入力が消えるんだろうってちょっとびっくりですね。まあ、多分これ、今日は多分おそらく下打ちしてないような気がするんだけど、ちょっと後でまたちょっとチェックしてみますけど、もしちょっとしてたらちょっとピーかなんか入れようかなと思うんですが、まあ、早かったですね。はい。ちょっと今日は全然何もできんかったです。すいませんでした。ではまたですね、次回の動画でお会いしましょう。では、バイバーイ。